ルイブール要塞はカナダノバスコシア州ルイスバーグにある要塞。18世紀に建設されたフランス軍の砦を部分的に再建した国定史跡である。ケープ・ブレトン等のルイスバーグ・イル・ロワイヤルのフランス人による開拓は17世紀初期にまで遡ることができ、現在のノバスコシア半島部に位置するポート・ロワイヤルなどの場所のような米フランセーズに集中した。 アカデアの開拓地に続くものだった。イルロワイヤル、中部東海岸にあるサンタンヌのフランス人、開拓地は1629年に設立され、サンタンヌ取り出と名付けられて1641年まで続いた。1651年から1659年まで、この場所に毛川貿易基地が作られたが、注意がカナダのセントローレンス川と五大湖の植民地や、フランス領ルイジアナ、 さらに、アカディア本土の小さな農業開拓地に向けられたために、イルロワイアルは、フランスの支配下では、活気が薄れた。1713年のユトレヒト条約で、イギリスに、アカディアの一部とニューファンドランド島の支配権が、渡ったが、フランスは、イルロワイアル、イルサンジャン及びヌーベルフランスの支配は維持した。イルロワイヤルは、大西洋岸に直接面しているフランスの唯一の、領土であり、 ニューファンドランドのグランドバンクという重要な漁場に戦略的に近いだけでなく、セントローレンス湾の入り口を守るという位置づけでもあった。1713年、フランスはポートドーフィンの建設に取り掛かり、元のサンタンヌトリ出の場所への海からの支援を制限することになったが、その港が陶器に氷結することから、フランスはイルロワイヤル南東部外れにもう一つの港を選ぶ。 ことになった。そこの港は氷結せず、守りやすかったので、間もなく、大西溶岩における、フランス海軍の陶器港となり、フランス王にちなんで、アーブル、ルイブールと名付けた。ルイブール要塞の改修された建物内部1719年、フランスは、アーブルルイブールの保護された南西海岸に沿って位置する要塞都市の建設を始め、そこをルイブールと名付けた。 建設は1745年にあったイギリス軍による第一次包囲の前夜になって、やっと完成することになった。建設にかけるフランスの投資の莫大な量や経済成長はグランドバンクでの漁業にほとんど全て基づいており、この頃のバスコシアと解明されたイギリス植民地に住んでいるアカディア人がいくらか流出してきたことと合わさって、間もなくルイブールの街は繁栄する社会となった。 増加する建設費は、ルイ15世をしてその大臣たちに、もし、ベルサイユ宮殿から、西の水平線上に立ち上がるルイブールをいつの日か見る、ことができれば、という有名な10回をさせることにもなった。建設が進み開拓地とその経済が成長するに、つれて、ルイブールは、間もなくフランス、ヌーベルフランス及び西インド諸島にある。 フランス植民地と魔の重要な商業中継地になった。この町は大きな漁業基地にもなった。しばしば霧に刺される港の航行を助けるために、1734年に町とは対岸の南東の岬に、カナダでは初めての灯台であるルイブール灯台が建設された。この場所に十字砲火を発することのできるよう砲台が計画されたが、完全に建設されることはなかった。 この要塞は1745年と1758年の2度大きな包囲戦で攻撃された。第一次包囲戦はイギリス海軍の戦隊に支援されたニューイングランドの部隊を巻き込んだ。1745年6月16日、ニューイングランドの攻撃隊がこの要塞の陥落に成功したことはヨーロッパ諸国の大半を驚かせることになった。翌年、ジャンバティスト ロイドラ・ロシフー・コーダック、ダンビルが指揮する要塞奪還のためのフランス軍大遠征隊は嵐、病気及び要塞に到着する前のイギリス海軍の攻撃によって破壊された。ニューイングランド軍の勝利は1748年10月18日に調印されたエクスラ・シャペル条約でオーストリア継承戦争を終わらせ、ルイブール要塞が イギリス占領軍からフランスに返還されることになった3年後に、憲王館に変わった。この見返りにフランスは、インドのセントジョージトリデをイギリスに返還した。ニューイングランド軍が立ち去り、要塞の礼拝堂にかけられていた有名なルイブール十字架を持ち去った。この十字架は20世紀後半に、ハーバード大学の文書保管庫でやっと見つかることになった。それは、 現在、ルイスバーグ歴史史跡に長期対応されている。エクスラ・シャペル条約の時に、フランスはアレゲーニー山脈からロッキー山脈までと、メキシコ湾から北極まで全ての領土の領有権を主張したが、ハドソン湾周辺にイギリスが支配している地域は除かれた。実際には、セントローレンス川流域以外の土地はほとんど支配できていなかったが、ミシシッピ川沿いに、 多くの全身基地を所有し、その地域を支配する先住民族と非公式同盟を結んでいた。このことで、フランスが最終的にミシシッピ川流域の支配権を獲得して入植し、大西洋岸のイギリス領植民地を締め出す。ルイブールの返還に対してイギリスは、1749年にチェブクトワンに要塞化された町を創設することで反応し、そこをハリファックスと名付けた。 そこは、間もなく、大西溶岩では、最大のイギリス海軍基地となり、港と開拓地のために陸地を整備した第29、不評連隊を含む大勢のイギリス陸軍正規兵も、抱えることになった。イギリス領北アメリカ植民地は、次第に落ち着きがなくなり、フランス軍が先住民族の助けを借りて、アメリカ人植民者が西へ移動できる経路を、指してしまう行動に出たことで、 小ゼリ合いが起こり、それが1754年のフレンチ・インディアン戦争に発展し、1756年にはヨーロッパ主要強国もすべて巻き込む7年戦争になった。1757年には大規模なフランス海軍を動員してイギリス軍によるルイブール襲撃の試みを排除した。しかし、翌1758年には海軍の支援が不十分であり、 大規模なイギリス軍の共同作戦でルイブール包囲を許し、これは1758年7月26日のフランス軍降伏で終わった。この要塞はフランス軍が将来利用することのないよう1760年にイギリス軍公兵隊によって破壊され、その後は7年戦争終戦まで放棄された。1961年、カナダ政府はビクター・マルムの指導のもとに、 1740年代に頂点にあった時のルイブールを再生する目的で町と要塞の4分の1の歴史的復元に取り掛かった。この工事は考古学者、歴史家、土木技師及び建築家の学際的な行動を必要とした。再建はケープブレトン工業地区の失業した石体工夫に助けられた。 その多くは、正確な複製を作るために18世紀のフランス石膏の技巧など技術を学んだ。可能なところでは、当初の石材の多くが使われた。今日、再建された4分の1を含むルイブール要塞の全地域は、国定史跡に指定され、ガイド付き及びガイド抜きのツアーが可能である。この史跡では、武器の説明や実演も可能である。これらには、マスケット銃や、 大砲の発砲も含まれている。人形劇も見ることができる。ルイスバーグ国立公園内にある博物館すなわち、管理人住居は、国定史跡の項目別連邦文化、遺産建造物である。この博物館はカナダ博物館協会、カナダ文化遺産情報も及び、カナダ仮想博物館と提携している。北、大西洋の漁業が、隊長になって、 経済的多角化を模索していた、ルイスバーグの街にはこの要塞が大きな助けになっている。ありがとうございます。